ダウラ・ターバード要塞、ダウラ・ターバードはインドのマハーラ・シュトラ州の都市である。世界遺産アジャンター石窟、エローラ石窟群への観光基地としても知られるアウランガーバードの北西1 3トルに位置する。仏教徒によって、紀元前1世紀頃に作られたとされる石窟がダウラ・ターバードにも残っていることより、その頃から仏教徒を含む人々が定住していた可能性がある。 12世紀末、ヤーダバ朝のビル、ラマ五世は、大い継承問題で紛糾していた、チャールキア朝との一連の戦役に勝利を収め、1147年に、デーバギリオ首都として独立した。1294年、ヤーダバ朝は、ハルジー朝のアラーウッディン・ハルジーの侵攻を受けて、敗北したため、次第に、ハルジー朝の属国と化して行き、1317年に、完全に、 ハルジー朝に併合された。その後、1320年に、ハルジー朝の内紛を収集したトゥグルク朝二代目の、ムハンマド・ビン・トゥグルクは、1327年に、王朝の首都デリーからデーバギリに移すとともに、ダウラターバードと改名した。アブルハサン・クットブシャーが遊兵された、ダウラターバード要塞の牢獄、ダウラターバードとなってからも、この都市は何度もその主を変えている。 トゥグルク朝から独立したバフマニー朝が、その支配権をダウラダーバードにも広げたのを皮切りに、バフマニー朝分裂後の1499年には、アフマドナガル王国がこの都市を奪取し、1607年に、その首都とした。この後、デカン高原のいくつかのスルターン朝と、ムガル帝国との間で戦争が繰り広げられていた1633年に、 当時デカン方面戦役総督であったアウラングゼーブ指揮下のムガル帝国軍との4ヶ月にも渡る包囲攻城戦の末ダウラターバード要塞は陥落したその後ムガル帝国の支配下に入ったダウラターバードはビジャーアップルやゴールコンダ方面戦役の基地として用いられたゴールコンダを拠点として栄えたゴールコンダ王国最後の王アブルハサンクトゥブシャーは ムガル帝国軍に敗れた後、ダウラターバード要塞内の牢獄に遊兵され、そこで池を引き取っている。1724年以降は、ニザーム王国がこの都市の支配権を握っていた。近年の発掘調査により、要塞の下層からさらに古い都市の遺跡が発見されている。そしていくつかの異なる文化や宗教活動がダウラターバードで展開されていたことが明らかと、 なってきている。ダウラターバード要塞の縄文高さ200メートルの円錐状の丘の上に築かれたダウラターバード要塞は中世インドで最強の要塞の一つであった。今、なお、見る者を圧倒する景観を保っている。城壁を含めた要塞の総面積はおよそ62.7ヘクタールにも及んでいる。要塞がそびえる硬い岩の丘は その緩やかな斜面部を削り取って作られた強固な防御用断崖と深い水堀を持ち、その周囲は三重の城壁で囲まれている。防御用断崖と水堀は二人がやっと並んで歩けるほど狭い幅の川でできた巻き上げ式の吊り橋によって連絡されており、この吊り橋を巻き上げることにより工場群の侵入を防ぐことができた。城壁は 鉄病で強化された硬い門と巨大な両歩で強固に武装化されている。要塞内には貯水池があり、そのいくつかは寒気でも水が枯れることのないように、外部の山岳地帯にある巨大な貯水池から水力学を応用して水を引けるようになっていた。次世代に引き継がれ、あるいは引き継いだ王朝が変わることに、ダウラダーバード要塞は拡張され、いくつかの構造物が加えられてきた。 今日、ダウラダーバード要塞は、堀や武装化城壁に加えて、階段上城壁、宮廷邸宅、寺院、チャーンドミーナール、大広間、暗黒通路。そして、岩をくり抜いたままで未完成の石窟も、いくつか発見されている。ありがとうございます。